18日、まずオープニングを飾ったのは松木堺太鼓台と庄内太鼓台。太鼓台が赤金ミュージアムまでやってくると、その力強い姿に会場は盛り上がりを見せました。太鼓台の共演が終わると、石川克之新居浜市長からお祝いの言葉が述べられ、その後くす玉割りが行われました。くす玉割りには石川市長や高見千佳さん、施設の名前の候補を考えた学生たちなど20人が参加、赤金ミュージアムの開館を祝いました。ただいまから赤金ミュージアムオープンセレモニーを始めます。本施設は全面銅板武器でございます。新居浜の原点であります別紙銅壇、それから新居浜の山並みをモチーフにして建設されたものでございます。新居浜市総合文化施設赤金ミュージアムオープンです。どうぞ。赤金ミュージアム2階の美術館では、一般社団法人興風会理事長の寺坂忠夫さんによる作品展、夢とロマンの探求者寺坂忠夫展の開展式が行われました。まず新居浜市総合文化施設館長を務める阿部義澄さんが挨拶、その後石川市長より寺坂忠夫さんへ感謝状が贈呈されました。その後テープカットを行い、美術館がオープン。たくさんの人が続々と美術館へ入場していきました。それでは3、2、1、どうぞ。赤金ミュージアムは美術館を中心に歴史、文化の発信拠点となり、美術や音楽、演劇など様々なジャンルを融合した事業展開を目指します。内部は吹き抜けで、白を基調とした開放感あふれる作りとなっています。ミュージアム内には新居浜の文化を紹介する新居浜ギャラリーや、金江太鼓団が展示されている太鼓台ミュージアム、360度シアターが設けられており、訪れた人は新居浜に息づく様々な文化を堪能することができます。その他にも野外ステージ、屋内ステージ、多目的ホールがあり、様々なイベントが行われました。中でも屋外ステージでは、市民による音楽ライブや大道芸パフォーマンスが披露され、暑さを吹き飛ばす盛り上がりを見せました。クールスダンススタジオや浜っ子ダンダンの皆さんによる踊りや、大道芸人ミスターパッチ、サンキューデズカによるジャグリングやパントマイムに、観客たちは歓声を上げ、大きな拍手を送っていました。このオープンイベントは18日から20日までの3日間行われ、盛大に盛り上がりました。